でございいます上司が教えてくれない営業のコツ今日はテレアポで担当者が出てくれた時に一番最初に伝えるべきことということで、まあ、ちょっと長いんですけど、えー、とテレアポントークでですねあの、まあ、一番山というか壁になるのが受付の人に出てもらえない問題なんですけども受付の人に出てもらえたのにその先の話が続かないっていう悩みを抱えてる人結構多いんですよね。 でまあ、なんでこうなってしまうのかっていうところが、えっと一言で言うと、期待を提案できてないからなんですよね。多くの営業というかテレアポをやっている人がですね、えっと、なんと言えばいいかね、サービスの概要だけを伝えていて、 でその先、どんな変化があるのかっていうのを伝えきれてないケースが非常に多いんですよね。でその結果、会話が続かなかったりとか、ああ、結構ですみたいな形で終わってしまっているっていうことが多々あるので、今回ちょっと1つご質問いただいたんですけども、改めてもそういうことを感じたので、ちょっとこのテーマでお話をしていきたいなと思っています。えっと、ご質問いただいた内容が、ですね下記のトークでア,ポリツのアップ率の低さが課題ですということで、具体的に話している 担当者とつながった後のトークが、えー、お世話になっております、ホニャララのまると申します。えー、今回、新卒採用の件でお連絡させていただいたんですけど、弊社は地方の国公立学大学生向けの採用サービスを行っているんですけれども、えー、そういったところで採用のお手伝いができればなと思いお電話させていただきました。ということで、まあ、とにかくちょっとこのトーク、くどく点が多いので、まずるで区切るというところを意識してほしいんですけど、 テレアポ道具の中で、えー、とポイントとしては弊社は地方の国公立の大学生向けの採用サービスを行っているっていうのがこれが えーとサービス概要なんですよ。ひ、まあ、一言になってないんですけど、一言でこのサービス何ですかといえばこういうサービスですって話なんですが、そのサービスが相手に何をもたらしてくれるのかっていうことを相手に想像させてしまってるっていうのが一番良くないことですねで。いくつかその後質問してるって回答もらってるんですけど、おそらくその質問の回答率もそこまで高くないと思います。っていうのが、質問に相手が答えてくれるときっていうのは、 営業側側こちら側に期待を持ってくれてからなので期待を持ってないタイミングで次回に質問をしたところでなんで俺質問されてんだろうって気持ちになって終わっちゃうから。 ですね、なので繰り返しですが、テレアポトーク、担当者が一番担当者につながった、担当者が電話に出てくれたときには、一番最初に言うべきは、一言で自社商材はどんなメリット、ベネフィットを得られるのかということを伝えると、いわキャッチコピーなんですけど、キャッチコピーを作るということを意識いただきたいなと思っております。なので、えーとまあ、さっきのトークで弊社地方の国交、国公立の大学生向けの採用サービスを行っているって言われたら、おそらく大半の人が、へえ、そうなんですか。 で、で終わっちゃうんですよね。これじゃやっぱ次のステップに進んでいかないので私だったらどんなこと、まあ、相手の価値を一言で示す言葉を探すっていうところで私だったら、えー、こんな投稿を言うかなということですね。えー、御社に地方のの国国公公立立大学生を国公立学生生をを送り込みたいのですがお願いできませんでしょうか。送り込むって言葉がちょっと適切ではないかもしれないですが要はうちは地方の国公立学生とのパイプがあるから、御社とつなぎたいんだって っていうことを言いたいということですね。そうすると相手側は、あれ地方の国公立学生とパイプができるかもしれない、つながれるかもしれない、うまくいけば採用できるかもしれないっていうふうに想像ができますよね。期待ができると。で、他のトークでいけば、えー、と地方から出てきて東京にどんな会社があるか、右も左もわからない学生に記者のような良い会社があることをご紹介したいのですが、可能でしょうか ちょっとこれ長すぎるんですけど、ただリアル感は出るんですよね。えっ、ー、と、地方から東京に出てきてどんな会社があるか右も左もわからない学生さんということで、まあ、地方の学生さんっていうことが、特にまあ就活をしてきて、就活をこれから始めて、まだよくわかってないけど、素直で一生懸命な学生さんっぽいなみたいな雰囲気が伝わるので、そんな学生を、えっ、ー、と、良い御社のような良い会社をご紹介したいみたいなメッセージにすることによって、またつないでもらえるかも、採用につながるかもっていうふうに思えると。 いうことですね。なので、まあ、その言葉を聞いたときに自分に美味しい話だぞと思えるような、まあ、期待想像、未来、未来。 の未来に自分が行ったときに何かいいことが起こってそうというふうな期待を作る言葉を並べておかん、まあ、伝えないと相手がその先話をするモチベーションが生まれてこないっていうことですねなんでサービスの概要説明ではなくてこんないいことがありそうだぞっていう言葉をにわせるキャッチコピーをまず考えてもらうそれだけでおそらく担当者とのその後のトークというか会話が続く確率っていうのが上がってくると思いますのでぜひ自社商材ではどんなベネフィットどんな変化が相手に得られる相手に得られる 相手に与えられるのかっていうことを一度整理をしていただいて、それを一言で簡単に伝えるとどんな言葉になるのかっていうのを考えていただくのが大事かなと思います。えー、ぜひちょっとキャッチコピー考えてみていただければと思いますので、頑張ってください。はい、本日は以上です。営業チャンネル。 本日もご覧いただきましてありがとうございました。引き続き、いろいろ営業に関するアドバイスですとか、経営に関することをいろいろお話ししていきたいなと思いますので、ご興味持っていただいた方ですとか、今日のお話面白いなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンを押していただければと思っております。またツイッターもやってますので、ご興味持っていただけた方は、ぜひフォローいただけると嬉しいなと思っております。引き続き、ぜひよろしくお願いいたします。本日は以上です。